こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。前回の動画で、潜在意識は自分がかけているブレーキを認識するので、元の自分とは真逆なことがある、というお話をしました。つまり、環境が与えられないと、出てこないまま抑圧されている自分がいるということですね。どうしてこうなるのでしょうか。今日は、性格が変わっていく流れについてお話ししましょう。ということで、今日のテーマは、初期設定で感じ方が決まる、です。例えば、人前に出ると萎縮してしまう、という人がいますね。小中学生くらいまでは、こういう人は結構いますね。なぜこのような性格になったのでしょうか。本人は、だって人が怖いんだもん、と言うでしょう。では、なぜ他の人は人が怖くなくて、この人は怖いのでしょうか。実は、人が怖いという人たちの心の中では、周りの人がそのまま見えておらず、勝手なイメージがくっついているのです。なんだか自分に対して、周りが意地悪な思いを抱いている気がしています。そのイメージに勝手に怯えているんですね。どうしてこうなったと思いますか？意外かもしれませんが、その人たちは、もともとは人の注目を浴びたかったのです。幼児の頃をイメージしてください。自分が初孫だったり、初めての女の子だったりすると、周りの大人たちがみんなチヤホヤしますよね。手を引いてくれたり、遊んでくれたりします。すると、そういう対応が当たり前、と思い込みます。それに対して、自分が初めて幼稚園か保育園に行ったら、たくさんの子供がいて、誰も自分に注目してくれないので、びっくりします。誰もそばに寄ってきて、声をかけてくれない。自分を放って、それぞれのことを勝手にしている。すると、ここは怖いところだ、と感じて、みんなが意地悪なような気がしてきます。でも、実際には誰もこの子のことなんか、気にしていないですよね。つまり、もともとは注目を浴びたい、世話をしてもらいたい、というのが初期設定になっているために、誰もそうしてくれないと、自分は好かれていない気がしています。こうして、人が怖いとか、人見知りになるんですね。このように、初期設定というのは、その後の人生で何をどう感じるかを決めます。もちろん、成長するにつれ、ああ、みんな別に、私が嫌いでそばに来ないんじゃないんだな、と気づく人もいます。でも、注目されたいとか、世話されたいという思いが強い人は、なかなか消えません。また、前回の動画でおしゃべりな人の話をしましたね。初めての子だったり、一人っ子だったりすると、兄弟と競争せずに自分がお母さんを独り占めしておしゃべりすることができました。これが初期設定になっています。でも、下の子が生まれたり、学校に行ったりすると、他の人がしゃべるので、この子は驚いて、なんで自分がしゃべれないんだろう、と感じるのです。そして、よくしゃべる下の子や友達を密かに恨みます。こうして、むっつりしてしまうんですね。ですから、むっつりしてあまり喋らない人も、初期設定はおしゃべりが大好きだったというわけなんです。これはストレスを作りますから、初期設定を変えた方がいいですね。このような時には、初期設定を作った幼児期の自分をイメージして、癒して、諭します。あなたはもう十分に、お母さんと話したわよ。これからはおしゃべりはやめて、人の話を聞いたり、自分で考えたりしようね。諭すコツは、それに固執するのは、役に立たないと、教えることです。すると、こういうストレスがなくなっていくでしょう。